私は染められてゆくの。正直さ、まあ、デビューして14年ですけど、その結構いつもバックダンサーとか、バンドのみんながいてくれたりとかして、多分もう10年以上ぶりに多分一人で立ったんじゃないのかなっていう感じで、結構あらちょっと涙ウォータープルーフにしてへんけど、今日アイライン大丈夫やろか。タンタン黒い大丈夫、 MTV の再来なってへん。MTV で泡立とった時ボロ泣きして真っ黒な涙いっぱい出たから、いやもう本当にちょっと実は正直さ、結構さ、曲もさこうバラバラやん。バラード来たりもう Can we go back とか言ったりで、お客さんのみんなが楽しんでもらえたらいいなと思いつつさ、なんかやってみたから、なんか実際楽しんでもらえてるかなとかって一人でさ、やっぱ反応をさこう一人で舞台で感じるとまた結構違ってさ、だから今ちょっとねびっくりしましたけれども、いや本当にもう素晴らしい仲間と本当家族と倖田組のみんなの家族と、もう本当に囲まれてると思います。本当皆さんありがとうございました。これから本当に自分の中でこうね、10年っていうのが自分の中でもともとは歌い続けられたらなっていう自分の年数やったわけだけど、やっぱりその中でも生き残っていくってすごい大変やったりとかしたんですけど、まあこうしてね15年目を迎えられて、本当にもっともっとね1年でも多く長くみんなの前で歌っていけたらいいなという気持ちで、もう改めて今日思いましたし、やっぱりみんな好きやなと思ったわけ今日ライブやってて。なので、今後とも、いやもうな、いやもうほんまに、なかなかこう、やっぱりちょっとこう、いい意味でな、クラブで歌ってた時は近かったけどさ、ちょっと大きいところでできるようになるとさ、結構さ、ファンのみんなはさ、なんか寂しいわとか言って、結構こう、ライブに怖くなったりする方たちも結構いたりとかしたわけ。っていうのもあってんけど、まあこうやってねこう前の方の席の子とか、真ん中ら辺にわ久しぶりやなっていう顔見たりとか実はして、本番中泣きそうになったことがいっぱいあったんですけど、本当に何があっても
なんか私がどんなねなんかポイって言ったことをさなんか逆手に取らずさなんかまあ冗談で言ってんやろっていうような感じでさなんか優しく見守ってくれる本当方たちばっかりだったからなんか今の倖田來未がいるんだなと思うしこうして15年も続けられるっていう風に思います。私自身本当にもう欠陥だらけなんでだからそういう意味ではなんかそんなねあのところを優しくこんなに包んでくれるファンの方たちのおかげで15年来れたと思っているので一日でも多く、一年でも多く歌い続けられるように倖田來未あのスタッフ一同頑張っていきますので今後ともぜひ皆さんついてきてください。今日本当にありがとうございました。では皆さん次のツアーで会いましょう。ありがとう。